この人はドイツ人のシーボルトさん。日本における西洋医学の貢献者ですが、この人が日本にやってきたのが文政6年、西暦1823年の今日でした。この三人姉妹号という帆船で長崎のオランダ商館に医官として着任。ここで日本人にあちらの医学を教えたんですね。日本ではまだ薬といえば漢方薬。シーボルトさん、この漢方薬にも随分興味を持ったらしいですね。またこの鳴滝塾で高野長英らにヨーロッパの学問を教えてたんですが、国禁を犯した角で1829年に国外に追放されました。その後ですね、だんだんと渡辺崋山などの蘭学者が弾圧され、万社の獄が起こるのは。しかしこのシーボルトさんのおかげで日本にも西洋医学がだんだんと広まっていったんですね。